あまり女性に聞けないことなので教えてください。女子でも指でダイレクトに鼻をほじることはありますか？これは、正直、普通にほじります。ただ、人前ではさすがにやらないんですけど、なんか、ほこりっぽいところとか、花粉が多い季節とかって、なんか、鼻の中のゴミがたまりやすいというか、なので、こう気になって、ティッシュでほじることはあります。でも、まあ絶対、誰にも見えないところでやります。初めての生理は何歳の時でしたか？当時の驚きも教えてください。汚れてしまったパンツはどうしましたか？また現代でも赤飯を家族で食べましたか？最初は13歳ぐらいの時で血液が出るっていうのは知ってたんですけど、きちんとしたその大人の生理みたいに、わって血が出るわけじゃなくて、なんかちょっと茶色く汚れてるみたいな感じぐらいだったので、最初何かわからなくて、変な色がついてるみたいな感じで、汚れもすぐ散ってわかるような色じゃなくて、本当になんかちょっとどすぐらい茶色みたいなので、ちょっと汚れてるみたいな感じだったから、そうだな。変な話、そのなんか、ちょっと大きい方が、で、汚れるような色とちょっと似ていて、汚れる場所が違うから、なんだこれみたいな感じで驚いて、お母さんに見せたことが多分最初です。時はお母さんが洗ってくれたんですけど、赤飯確か、炊いたか、買ってきたかはしたと思います。はい。というわけで、女子部屋でした。まことお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと、質問とかもお待ちしてますね。